こんにちは、Cダンク始めていきます。今日から新 SF のたけしが来てるんですけど、いや、このたけしがめちゃくちゃ黒テンプが多分強いんですよね。まず負けている時、同点の時に大幅にスリーポイントが上がるっていうちょっとヤバめの黒テンプがあって、まあ、それだけなら、まあ、それだけでもヤバいんですけど、まさかのあのシュート、あのスリーポイント、ツーポイントシュートを打つ時に信念が発動するっていうちょっとヤバめの黒テンプがあるんで、いや、ちょっと強いんじゃないですかね。あとこれこの SF のスキル、巧みなステップバック、これやばいっすね。でもマークするのめちゃくちゃ大変っすわ。もう右に左に後ろに、でこの巧みなステップバックなんですけど、ちょっと斜め後ろに下がりながらストジャンを打ってくるという、ちょっとチート級の、自分的にはちょっとヤバめのスキルやと思うんですけど、これめちゃくちゃ振り幅が大きい。ナイスパス、あ、ミスった。ごめんなさい。いや、ちょっと SF 強くないですか、こっから。キーパスだ、ロケット、あー、強っ。守りに徹しろ、神パスだ。オッケー、いいパスだ、取りたい。うわー、強ぇ。最近ちょっとダッシュボールできるキャラ、まあ、達也であったり、CF 全般できるんですけども、いや、それに対抗できるぐらいのドリブルのスキルが来たんじゃないですか。いや、OK。 ナイスパス、だからゴリついて、やばい、これやばくない？よっしゃ。いや、どこまで行くねん。もう横行って左斜め後ろ行ってストじゃん。いや、きついな、ちょっと。ナイスパス、ナイスパス、いいパスだ。ナイスパス、ランチュード。いや、でもまだ2点差なんで、ちょっと、うわ、やばいやばいやば。オクオク、あ、ミスった。ナイスパス、やってしまった。ツーポイント、いや、そもそもこのアリシャンさんとブンさん、いや、めちゃくちゃ強いんですよね。いや、ほぼ買ったことないですね、この鬼クーさんも、この3人買ったことないですね。うわ、やば、取りたい。うわうわ、4点差きついな。神パスだ、ナイスパス。うわ、入らんか。いや、ここ取りたい。ボールを奪え。くぞ。いいパスだ。いけ。神どけ。うわ、強っ。ガードガード。いや、めちゃくちゃこのチーム強いですね。やば。ちょっと待ってくれ。スリーポイント。いや、ちょっときついな。ごめんなさい。しかもやっぱ入りますね。あー、ごめんなさい。うわうわ、でも今回 SF、ま、キャラもスキルもいいの来たんじゃないですか。いやー、びっくりしました。ちょっとこれからちょっとまたディフェンス
頑張っていきたいと思います。ありがとうございます。ではでは。